テクモプレゼンツ。はい、どうも皆様。皆さんこんにちは。2人目の、じゃあ2番目ですね。はい、このトンカツの2番目の、ランナーの、中でございます。一応自己紹介します。RT in Japan の運営してます。ジャパニーズリストリームの立ち上げ人です。あと、去年からロングスピードランサミットっていう長い RTA を扱う RT イベントをやってます。はい、よろしくお願いします。はい、今回はね、ニンジェルケネン3を走りますね。日本人走者スピードランドットコムでは2人しかいないんですけど、2人ともアルティンジパンの運営っていうことで、ぜひね、ソフトがあまり見つからないと思うんですけど、まじ、見つけたら買ってやってみてほしいなと思います。他の2つよりは優しいので。はい。では、始めていきましょうか。では、じゃあ始めましょうかね。はい、行きまーす。よーい。で、まあ一面はですね、潜入調査みたいなもんですね。ね、グッドラック皆様ありがとうございます。他のとね比べれてなんで優しいかって言われると、ノックバックが非常に、ちっちゃいっていうのが大きいんですよね。ただ他の強力な武器がないっていう、まあいいや。やりましょうがいい。やりましょう。了解です。了解です。大丈夫です。本当だ。タイムが動いてなかった。まあ。イベントはね、事故をね、楽しまないと。事故は楽しまないといけないですね、それもね醍醐味ですから。いいですか、じゃあ見ますよ。大丈夫ですかね。一応ね、始めていきましょう。もう一回一面が見れるってことですね。はい、では行きますよ。はい、行きまーす。はい、スタートでーす。まあ、さっき言っちゃったから、一応この作品はですね、ニンジェルケネン3とはなっているんですけど、2のエンディングを知ってる方はニヤニヤしてもらえばいいんですけど、とある事情で時系列が3が2の前になってます。それは2をやってからのお楽しみということでね。2はね、ちょっと Nintendo Switch ではプレイできないので、スイッチオンラインで入ってないんで、実機で買う必要があるんですけど。これもですけどね。1はね、1はスイッチオンラインもあるんで、ぜひやってみてください。私は普段一応悪魔城がメインですけど、こんなもんやりますみたいな感じですね。で、今、火山
火山ですね。火山に入ってきて、なんか後ろがちょこちょこね、機械仕掛けがあるんですけど、まあ、一応このゲームのこの、ね作品ではバイオノイドって言われる、まあ、機械生命体っていうのが、敵になってまして、まあ主人公である流派やぶさはね、その情報を頼りに、まあ、各おのおのの地域をめくるみたいな感じになってます。で、まあそのね、本拠地を見つけみたいな話になってます。もともとはあのタイトル入る前のあのムービーですね、カットシーンでアイリーンがあの、まあ、何者かによって殺害されたっていうところから調査に入るっていう。でこのね、その指名手配犯がこの今主人公のリュハヤブサっていう、まあ濡れ衣を着せられたんですよね。まあそれで、まあその自分のアイリーンがなぜ死んだのかを確認するのと、あと自分の無実を証明するっていう目的で最初は動いてます。でこのボスがバイオノイドなんですね。四天王とかいう、嘘でしょ。でまあこれで2面が終わって、今度は密林に入っちゃいますね。まあ一応 RTA 的なテクニックは特にはないんですけど、1個だけあるぐらいで、まあ1ではできる、まあ、連続切りですね。さっきちょこちょこやってましたが、あれが3でもできます。ただ若干仕様が違うというので、慣れないと全然できないっていう。一応1だと下を押しながら、じゃあ、ちょっと何しちゃってんの、ジャンプして切りボタンと同時にですね、下を押すことで、まあ、キャンセル動作になって、まあ、連続で切ることができるんですけど、まあ、この3も例外なくそれができて、まあ、それをちゃんとね駆使しながら、ただ早すぎるとのあのあ敵のボスもヒット制限がかかってるので弓に当たらないみたいなことになっちゃうんですよね。なんで、まあ、ほどほどの速さが要求されます。ただ連打すりゃいいみたいなことになってないので、それがちょっといやらしいところというかね、まあ、1だと関係ないんですけど、もう連打したら下だけ速いんでいいんですけど、3はその辺がちょっと解約されてて、ノックバックじゃないですけど、そのヒット制限あるんで、そこはね注意しながらいけないところにはなっちゃうんですけど、まあでそうこういうね、もう4面なんですけど、なぜ下にドリルがあるかは聞かないでください。わからないでもね、トゲゾーンですね。ロックマンだったら即死ですね、はい、このゲームは即死にはならないんで、この通り3ダメです。ちょそれ乗っちゃダメです。OK ですね。今のも最初のね出だしで、ね、この連続切りをうまく
3回から決まってるんで、素直に。で、ごめんです。これが、敵のネジローですね。ちょっと。キャッスルロックっていう場所です。落とし穴だらけになってますね。もうバリア最強説は揺るがないですよね。たまにあのスクロールアウトで倒したことになってないのがたまにいます。とりあえず大きな事故なくいけてるので、ボスなんですけど、OK ですね。実は画面と右と左が結構つながっていてですね。最初のあのクローン竜さんはですね、右端に居すぎているためになんと当たるという。そういう仕様があるので、なんで先ほど始まった瞬間にすぐ左を向いて位置調整をしているのはそのためです。ただあれ、壁との猶予が1ドット2ドットぐらいしかないので、実際当てようとなると難しいです。ジャンプすると壁ついちゃうんで。いや、それ取りたいんです。敵が多すぎたため、本来いる敵がいません。実際この炎のバリアがないと結構難所になってます。あ、嘘、やっちゃった、やべ。やらかした、やば、いや、やらかしちゃったよ。あっと、事故りすぎですよ。大事故になってますよ。交通事故ですよ、交通事故。本来やりたかったこと。いや、本番事故りますね。はい、最終ステージです。例に漏れず忍者流剣で最終ステージは基本長いです。1も6の2が地獄だったりしかり、ここも例外に漏れず
難所ばっかりが続きます。で、あの3のいいところとしてはね、あのアイテムのドロップが何がありますよっていうのが分かってるのが救いなところで、あの取らなくていいものは取らなくていいので覚える必要がない。ちょっと安全に行きます。やべ、無駄に使っちゃった。じゃあ、あれ取っちゃうと終わりです、終わりなんで。ちょっと安全に行きます。ちょっと事故るの怖いんで。ちょ、安全大事で行きます。ちょっと。あ、行きましたね。うまく行きましたね。これで5秒ぐらい短縮できました。今いや本番でできないことできるのでちょっと嬉しいな。普段しくじることが。普段よく失敗するんですけど。今一応壁抜けなんですけど、このゲームだけコンティニューがあって、このゲームのシリーズ唯一コンティニューがあるんですけど、パスワード式のそれを使うとちょっとできないスキップなんですね。あの返しがついちゃって できなくなっちゃうというかね。はい、 OK です。なぜそんな仕様にしたのか。第2形態です。まあ動かない敵なんで強くもなんともないですね。はい、まあバリアを持ってくればこんなやつは、ね、第3形態でございます。大きくなりました。はい。で、タイマーエンドは真っ黒になった瞬間でございます。はい、タイマー終わりです。はい、ジジイありがとうございます。NKT ですね。いやー、ちょっと事故日より1分ぐらい遅くなっちゃいましたが、ね、忍者領域のお決まりの城が崩れていくのを見ながら、一応まあね、少しは少ないんですけど、まあね、あの一応、まあ、1に関しては走者が多いんでね、ぜひあの忍者領域でやってみてください。まあ難しいですけど、まああのこれがある意味攻略法だと思っても問題ないぐらい攻略法になってるんで。あとは何か言うことあるかな。宣伝しても一応いいものはあるので言いますが、今月の26日から31日までね、RTNJAPANあります。
まあ、オンラインですけどね、今回もあります。まあ今回もね、面白い作品たくさんあるので、ぜひあの、まあ、お体気をつけながらね、見てもらって、まあアーカイブもね、当然作りますから、はい、あのね、あのご自身のまあスケジュールとかね、体調管理とか、まあ注意してもらいながら見てください。はい、であと、年明けですね。年明けて、何ちゃっけ、9日ですか、あ、じゃあ10日かな、日本時間10日ですけど、オーソムゲームズダンクイックね、 AGDQ2022 がありますそちらもジャパニーズリストリーム一応行う予定ですので、よろしく、そちらもよろしくお願いします。はい、宣伝することはそれぐらいかな。あとまあね、最近自分が全然配信できてなくて申し訳ない、なんかあれなんですけど、まあ、今回ねこうなんかねイベントに参加できるチャンスがねもらえてありがとうございます。はい、まあ、そんな感じでね、あの私からの、まあ、お知らせは終わりにさせていただいて、まあ、多分ジエンドまで普通に多分18分映るんで、誰だこの人たちってなってると思うんですけど、これがあの最後のラスボスさんですね、このね。一応エンディングでね、ボスのボスのあれがわかるという。まあ、ニンジャルケンで面白いんでね、ぜひ、まあ、ニンテンドースイッチがあればね、一作目はできるので、ぜひやっていただきたいなと思います。ちょっと難しいですけどね。まあ、そこはぜひ、あの、スイッチであれば、セーブ機能使ってもらって、がっつりね、やってもらって。はい、というわけで The End ということですね、私の、忍者竜拳で3読みの箱舟、以上となります。お疲れ様でした、ありがとうございました。では、引き続きね、トンカソンをよろしくお願いします。